資料を出してきました。
嬉しいので、皆さん最後まで楽しんでいっていただければ嬉しいなと思います。カメラ撮ってる方もバシバシ今日は撮影 OK なのでぜひ撮ってください。はい、はい、今日初めて見るって方いらっしゃいますか？あ、ここら辺はちょっとしてありがとうございます、ありがとうございます。なんか私実は富山県で一応富山に住んでるんですけど、割と石川県とか名古屋の方でライブをさせていただいているので、今日は顔だけでも覚えていっていただければ嬉しいと思います。青にゃんこと空の青空です。皆さんよろしくお願いしますということで、今日はまだまだ本調子ではないのですが、最後まで一生懸命歌いますので皆さんで盛り上がっていきましょう。それでは次の曲はこの曲です。聴いてください。
緒になって、富山をバスで巡るというツアーをさせていただきます。まあね、いろんな帰国が、帰国じゃないや、いろんな企画が盛りだくさんなので、普通の選手の方も、そして一般の民間人の方も全然楽しめるようなことになっているので、よかったら遊びに来てください。よろしくお願いします。じゃあこれはバイバイして、バイバイ。はいはいはい。ということで、もう一つ告知させていただきたいのですが、この後2部があるんですよ。知ってたでしょ、絶対に。知ってる人もいっぱいいると思うんですが、2部があって、5時15分からもう一度歌わせていただくので、お時間のある方はぜひぜひ高岡の観光をちょっとして、で5時15分ぐらいになったらまた遊びに来ていただければ嬉しいと思います。よろしくお願いします。ということで、あと前半戦も終わっちゃいました。がない、今日は。今来たばっかりだよね。はい。ということで、次の曲っていうか最後の曲まで、あと2曲しかないや。あと2曲です。終わりまで、まだ2曲あります。ということで、あと2曲も燃え尽きていきましょう。はい、次の曲は私が初めて歌わせていただくオリジナル曲。そうです、ね、とても覚えやすい歌詞とか振り付けとかなので、よかったら一緒になって盛り上がっていただければ嬉しいと思います。それでは皆さん聴いてください。キラキラ青空。Thank you.
お水を飲んできます。お水おいしい、お水おいしい。すごい茶番だと思われてるよ。はい、私お水が好きなんです。しかも富山のお水なんです。お水好きって言ってください。はい、ということで次の曲で最後の曲になってしまいました。あんまり富山でライブをしないんですけど、そうですね、なんかまたいっぱいライブができたらいいなと思います。皆さんに青年の心が届きますように。はい、最後の曲は皆さんに盛り上がれるような曲になっていますので、最後まで楽しんでいっていただければ嬉しいです。よかったら青猫特務部隊の戦士の方々はこちらへどうぞ。控えめですね。後ろの方もぜひ盛り上がっていただければ嬉しいです。はい、それでは最後の曲になります。皆さんで一つになって盛り上がっていきましょう。それでは聴いてください、ふわふわタイム。